はい、どうも、名古屋の塾講師チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長の井上です。どうも、こんにちは。本日は、愛知県高校入試 A グループ終わりました。ただし、必ずその日に自己採点をしてください。自己採点をすることによって、B に行って同じような問題出たり、違う問題が出たり、傾向対策が取れたりとかします。そのため、必ず A グループしか受けない子も、必ず自己採点をしてください。そして、B グループに向けたこの話は、この後もしてきますし、合否判定サイトの使い方、お伝えしますので、そちらもチェックしてください。それでは、どうぞ。はい、それでは話をしていきたいと思います。まず下の概要欄かコメント欄に判定サイトという URL がありますので、そちらをクリックしてください。過去問や内申点、当日点、今年度の問題、そういったものの内容も書いてありますが、合格判定サイト、こちらをクリックしていただくと、こういった画面が出るかと思います。そこで2022年度 A グループしか選択することはできません。注意してほしいんですけども、1回しか入力できませんので、間違えずに自己採点をしていただき、必ず入力をしてください。グループ A を選んでいただき、点数を入力します。最高点22点です。2点問題もありますが、詳しく分かんない方はそこら辺は他塾の回答用紙書いてあったりとかしますので、そちらでチェックしてください。答えに関しては飛んでいただいたブログに、下ら辺に他塾の回答速報、入試速報、問題速報、いろいろ出てますので、そちらをチェックして答え合わせをしてみてください。そして内申点を入力、志望校を選択。選択するとき、文字で入力するだけではなく、必ず選択肢を選ぶこと。そして判定ボタンを押します。下に集計合否判定という項目がありますが、これは次の画面に行っていただくと分かります。そして判定を押すと合否が出ます。もし点数がたどり着いていれば、残り点数マイナスで出ます。 A 判定 B 判定は一応合格ラインに乗ってるってことです。 C 判定は合格ラインには乗ってないけどもまだわからない。 D 判定 E 判定は当日問題傾向、受験生の学力、倍率によって合否が出てきます。ちなみにこれらはすべて去年までのデータなので、今年のデータが見たいわっていう方は3月の10日に今年度の合否判定を YouTube でまず流します。その後にブログでも公開します。ただし自分自身のデータは下に集計合否判定番号という番号があります。これをスクリーンショットでメモするなり画像として撮っておいてください。撮っておくと自分自身の今年度のデータが3月の10日12日に見ることができます。合否判定をすることによって気持ち的にもかなり楽になりますし、かなり大事なことだと思います。そしてここからは A 日程で出た問題を B 日程ではどう活かさなきゃいけないのか。実は A グループで出た問題は B グループでも出る、そういったことが起きます。もちろん同じ問題が出るわけではないですけども、同じ分野が出たりとかします。特に数学は同じような傾向、同じようなレベルが出るので、 A グループで点数を落とした子は細かい対策をすると B グループで大逆転することができます。とは言っても数学は去年とあまり変わりませんので、対策自体はあまり変わらないかなと思います。社会に関しては年表動画、マジで今回4問も年表動画で対策取れました。おすすめですよ。そして社会は公民だと政治、選挙、ここら辺が出てません。税金も出てません。歴史は絞ることはできませんが、美術系のものが出たりとかしてませんので、これらも出るかもしれません。地理は等高線、時差、こういった計算問題出てませんので、もしかすると出るかもしれません。理科に関しては非常にわかりやすい。例えば今回電気の分野は誘導電流が出ました。そうすると誘導電流はもう出ません。もちろん確実はありませんが、基本的に出ません。じゃあ電気の分野全然出ないか、そういったわけじゃないです。オームの法則は出るかもしれない。静電気は出るかもしれない。つまり分野を絞ることができます。これについての詳しい動画はまた後日出しますが、理科に関してはかなり注意した方がいいと思います。例えば地層は出ましたが地震は出てない。力、エネルギーは全く出てないので出る可能性が高い。こういったことも分かってきます。国語に関しては消去法が大事、これが分かりました。消去法の練習をしてください。英語に関してもそれほど傾向が変わってるわけではないので、対策する内容はいつもと一緒で大丈夫です。つまり総まとめで話をすると、 A の傾向をしっかりと対策を取り、自己採点をして今どれぐらいなのか目安にすることができる。そのため自己採点必ずしてください。もし何か相談があれば分析ライブ、相談ライブしてますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。